ヒノキ山の山道にあるこの祭の神様、謎の神様、枯れ枝だらけだったので、まあ、枯れ枝を撤去しました。どうも、自立者陣ホームセンターゾーリンガオです。今日も維新編の続きです。またしても、三月東児童公園に来ております。ここは相当やりがいがあると。で、例のあの正面のですね、この公園は玄関が歩けないという状況でしたから、あの玄関のぬかるみをついに取りに来ました。ついにですね。で、ついでにここ来る途中のヒノキ山の参道が枯れ枝だらけだったので、枯れ枝をですね、チェーンソーで切って、撤去しました。とりあえず道っぽくなりました。まず道っぽくすることが目標で。では、これからぬかるみとの戦いが始まります。さあ、ついに入り口の沼地にやってきました。このジメジメしたところですね。これを全部取ってみましょう。全部は難しいかもしれんけど、ムカデの家を切り捨てごめんで撤去した。沼の正体は腐葉土でした。僕はこの文章を書いた人を神様だと思っています。沼の底を見た。ここは本来人が歩く場所だった。沼を取るのに一番使いやすかった道具は細長いクワ。自分が何回も通った場所が道になった。さあ、今最低限取り出したもの、これでようやく入り口の完成。でもまだまだやろうと思えばできます。で、この細長いクワが一番使いやすい。いろんな道具試したけど、この軽くてですね、すくいやすいということで、これが最高。で、出会った生き物、ムカデとミミズがいっぱいいました。申し訳ないけど、ちょっと引っ越してもらったということです。あと、この結果をインスタグラムにちょっと試しにやってみてます。載せてみてます。ただ、インスタグラムは知り合いだらけだから、気をつけてですね。まあ、ちょっと小規模にやっていこうと思っています。木のシャレ神戸が切り株。測ればいいんだね。たやすいことよ。木のシャレ神戸が切り株。測ればいいんだね。たやすいことよ。自分が何回も通った場所が道になった。沼を取るのに一番使いやすかった道具は細長いクワ。沼の底を見た。ここは本来人が歩く場所だった。僕はこの文章を書いた人を神様だと思っています。沼の正体は腐葉土でした。ムカデの家を切り捨てごめんで撤去した。エアバッグと頭突きをして勝つ自信がございません。あとは今ベビーモンスターがですね、いよいよ本領を発揮して本当面白くなってきました。で、ベビーモンスターの一番いいところはですね、会社の社運を救っているということで、もうこけたら会社が潰れる可能性もあったんですけど、今回の緩和で大丈夫ということが分かりました。本気出したら大丈夫でした。とにかく健在でした。しかもラッパーですよね。というか私の好みはやっぱラッパーですね。ラッパーがやんちゃしまくると、それでいいじゃないかということです。もうそれ以外何もいらないということで。で、ベビーモンスターやっぱ良かったです。とにかくもう一回見ただけでハマれるのは、やっぱこのアヒョンとチキータとルカの3人と、この3人がやっぱ強烈、メインメンバーでしょうね。アヒョンは多分、誰が見ても多分ハマるような。で、チキータは最年少で、すごいいかついと。名前の通り、ベビーモンスターの通り、最年少で一番いかついキャラということ。ルカもまたいかついと。ルカはちょっと顔出しからしてですね、ちょっと YG っぽいというか、ちょっと独特な。で、しかもラッパーということで、でもダンスがそもそもうまいと。だからこの3人はやっぱちょっと主戦力でしょうね。で、あとの4人。4人は、ラミ、メインボーカルのラミも覚えやすいです。ボーカルで一番頑張ってるっていうこと。ファリタも覚えやすいです。このタイ人の独特の顔立ちで。今までいなかったようなキャラというかですね、で個性的だから覚えやすい。
問題はこの朝とローラが確かに難しいです。そもそもメンバーに落とされる可能性があって、この2人がですね、覚えないといけない、難しいです。でも何回も見てですね、この2人も生き残ってますから、覚えるべきだと思っています。今回の緩和は大成功ということで、本当良かったです。本当に良かったです。気がつけばおっさんになってた。レジの子が若くなるたびにおっさんになる。このベビーモンスターが正式に登場したことによって、逆にエンミックスにすごい興味が湧いてきました。ちょうど、本当にライバル関係というか、会社の顔というかですね。でしかも今の世代の、まさしく今戦うべき世代ということで、時のグループですね。でこの2つがやっぱ正統派の戦い方を仕掛けてくるからいいですね。本来の、歌とダンスとボーカルをとにかくトレーニングしまくると、そこに特化してるから実力が一番飛び抜けてるということで、パフォーマンスも大事だけどやっぱ実力ですよね。この普段のトレーニングを一番大事にしているこのグループだから、すごいその2つがいいということで、そういうことです。でハイブも面白いんですけど、新しいから、でもやっぱりですね、正統派なこの2つが、まずはこの2つをハマるべきかというかですね、全部見てたら時間がないから、とても全部把握したら無理ということで、ボーイズまでハマりだしたらですね、もう本当時間が何にも全く時間が足りないです。だからとりあえずベビーモンスターとエンミックスを把握していくことですね。今まさに時のグループですから。エンミックスといえば飛び抜けたボーカルだ。さあ今日は再びここにやってきました。クマイの滝です。松江市のすぐ行ける滝として、で今日はまたゴミを拾いに来ました。またというか、ここのゴミ初めて拾っています。クマイの滝のゴミ拾いました。一袋ありました。結構あります。野人のごとき働きで蘇らせる、寝る間を惜しんででも滝を救え。これはクマイの滝のてっぺんで、クマイの滝のてっぺんの上はこのようになっています。無限に広がる川の世界という感じでしょうか。無限の川、そんな感じです。だいぶすっきりした。さあ帰るぞ。この浮かんできました、クマイの滝の第一段階はゴミ拾いと枯れ枝の撤去、これでまず歩けると。第二段階は掃き掃除みたいです。この落ち葉ですね、この落ち葉を全部取って、あと草取りでしょう。とりあえず歩くとこだけ、とにかく歩くとこだけ、とにかく道が欲しいです。いつか第二段階もするべきだと思いました。クマイの滝のゴミ拾いました。一袋ありました。結構あります。だいぶすっきりした。さあ帰るぞ。さあ間もなく今日の区会はですね、終わろうと思います。区会というか維新編ですけど、クマイの滝ゴミ拾って良くなりました。枯れ枝撤去して、あそこはもともと人が来てる場所だけど、なんていうかですね、もっといい場所にできる気がしますね。もともといい場所だけど。で次の目標を浮かんできました。次はベビーモンスターが登場してですね、いよいよ盛り上がってきたなと、すごい盛り上がってきた。でそうしたらやっぱエンミックスも興味湧いてきた。でルセラヒムもですね、やっぱ興味湧いてきましたね。今を代表するグループ、まずメンバー全員覚えてないから、そのメンバー全員把握して、顔を見たらパッと分かるようにと、そうすると多分相当面白くなると思いますね。だから今日は多分エンミックスを調べようかと思っています。そんなところで終わりましょう。